はい、どうも、メヘロジさんです。えっ、ー、と、動画がね、たまりにたまってるんですよね。はい、ということで、一個ずつやっていこうと思います。今日、昼間に友達に誘われて、鴨川で、えー、花見しながら飯を食ってたんですけども、あの、京都でどこに行けばいいですかっていう、京都のベスト、えー、まあ、ご飯屋さんとか、えー、そんな話をしてほしいな、ということをライブ配信でいただいてたんですよね。はい、なので、えっ、ー、と、それについてちょっとやろうと思います。 はい。えっ、ー、と、まあ、もちろん、京都といえば、まあ、今日も、お混んでたと言い,いますか、あの、阪急電車でね。 桂から嵐山の方に向かう人もたくさんいましたし、えっ、ー、と、今日鴨川に行ったら桜満開だったんですよ。で、えっ、ー、と、月曜日、えー、には雨が降るらしいんで、ひょっとしたらこの土日がラストチャンスかもしれないなというところですね、満開は。もう新刊コンパもめちゃめちゃやってましたし、はい。あのー、まあ、あのーな、なんて言うんですかね。あのー、もう、決体の話で、あのー、まあ、テントも結構張って、張って、で、あのー、 焼肉っていうんですかねあの、ガスコンロ持ってきてて、で、焼きながらご飯食べてる人もいはったりとか、お弁当をたくさん持ってきてる人もいはったりとか、まあ、椅子持ってきて、えー、机持ってきてっていう形で結構なんか荷物いっぱいいっぱいでやってる方もいらっしゃれば、もう何十人、えもう来るのが前提やからって言って、なんかアホみたいにでかいビニールシート引いて、あの、もう昼前のにそんな準備してて、もう昼前のに準備しててというか昼からやるんでしょうけども、あの、やってましたね、というと ところでございま、したはいまあ、あのー、春の桜が見れるという意味では、京都の人は結構ここ行くっていうのは、あのー、植物園に結構行くらしいんですよ。北山の方にある植物園があるんですけども、まあ、あのー、そこが10時から始まってですね、いろんな桜が見れるっていうところで、あのー、 いいんですよというところなんですけどもあの朝ごはんのねあの美味しい店もあるんですよ結構はいでブリアンっていうえー えっと、食べログ100名店に選ばれてる店で、朝7時半からやってますと、という店があって、えー、そこでモーニング、えー、しかもパン食べ放題、えー、バンバン持ってきてくれるんですけどもあ、そこでご飯をたっぷり食べた後に植物園回ったのはめちゃめちゃ満足度高かったです。はい。なので、えっ、ー、と、多分外から来た人はなかなか、その、やっぱ嵐山とか清水とか行きがちですけども、あ僕は結構植物園、えー、で、その、 ののの桜をを見る前前にまあご飯を食べて,っていいいあの前提ななんですけどももそのコースもいいかなぁとは思うところでござい。ますねはい嵐山とか、まあ、だから、なんか、その、観光地でご飯を食べるとなると、あの、めちゃ混むし、あの、外国人科学になってたりするんで、なんか、その辺を考慮に入れながら行かなあかんなあっていうところで、おじさんは、そうですね、嵐山なんかもう、本当に、10年単位で行ってないんちゃうかな。はい。っていうところです。はい。 いいところですけどもね、天竜寺、ええー、かなあの、竹林のところとかね、えー、行くのもいいと思います。おじさんは、あの、四条大宮っていう、ラ乱ン電ン、嵐山電鉄のね、えー、終点の四条大宮に2年ぐらい住んでたんで、あの、その時はよく嵐山に行ってました。はい。で、嵐山とは別に、忍那寺、えー、とかですね、忍那寺えー、まあ、あと、なんだ出てこってごめんな。 忍那寺えー、からの、お絹笠まで行く、絹掛けの道っていうのがあるんですけども、あそこも寺が3つほどあってですね、あの、有名な寺が、はい、あって、あのー、いい、いいと言われてるところでございます。はい。で、あとは、まあ、北の天満宮とか、ちょっと遠いですけどね、白梅町とか。で、えっ、ー、と、あとは、そうですね、まあ、八坂さんもそうですし、 うーん平安神宮とかやったら、京セラ美術館とか、あのー、あるんで、近代美術館もあるんでですね、なんかそういうところを重ねていくっていうのは、いいような気がしますね。で、えっ、ー、と、東山の方は、そうですね、えー、まあ平安神宮の近くにですね、宝屋っていう、なんかあのー、まあ、えー、古い洋食屋さんがあって、あのー、 結構でかいオムライスが、あー波で900円なんですけど、波でも大ぐらいの大きさがある店で、1000円以内で食べれる店っていうのがあんまないんですよね、京都。もう観光地なんで。だけど、まあ大足なんですけども結構美味しくて、で、地元の人に愛されてる店があると。で、まあ同じ筋に一応食べログ100名店のその、うどん屋さんがあるんかな ?2 軒ほど確かその有名店があるんですよ。そこのうどん屋さん結構うまいっすね。 はい。でもめっちゃ並ぶんですよ。ってところかな。あとは平安神宮の中にあるロームシアターっていうところに、えっ、ー、と、めちゃめちゃあ、なんかでかいご飯屋さんがあって。で、そこが、うん、めっちゃ並ぶんですけども、落ち着いてご飯が食べれるかなというところですね。ってな感じかな。昼食べるところ、もう合わせての、 えー、見どころと言ったらなかなか難しいですね。あのー、<coughs> どこだ南禅寺とかであれば、あの、有名なお豆腐屋さんっていう、油豆腐屋さんがあるんですけども、それぐらいしかないかなって感じですかね。で、栄冠堂とかもみじが綺麗なんです。南禅寺の隣の。えー、で、そこも見どころなんですけども、まあまあ、その辺はちょっと、えっ、ー、と、ご飯屋さんまではないですね。一回市場とか戻らなかなっちゃい,いますかね。で、あとは、まあ、銀閣寺、えー、とかは僕好きですけどね。はい。 あとは、うーん、どこだろう。そうですね。まあまあ、あの、京都駅前で言ったら、あの、本願寺がありますから、そういうところもええかなぁと思ってます。はい。あ,あと33元どうか。はい。 と、向かい側に国立美術館があるんで、2箇所いっぺんに回れるというところですかね。あのー、京都女子大が、まあ33元の近くにあるんですけども、そこに、えっ、ー、と、なんかどっかで修行してた、あのー <coughs>、イタリアンのお店があって、確か食べログって3.2から3.5、ごめんなさい、忘れましたけども、結構なんかその、混んでる店があるんですよね。はい。そこらへんかな。うーん。 <laughs> あとは、そうですね、あとは、うんまあ、僕的には五条カラスマにある、えー、まあ、あ松久めっていう日本料理屋さんで8品ぐらい出てくるんですよ。あの、本当に、えっ、ー、と、もう日替わりセットそれしかないんですけども、えっ、ー、と、ご飯お味噌汁込み込みで、えー、ぶりの、 あのー、まあ大、大いえぇ、ー、照り焼きと、なんか、まあ、それを中心にいろいろちょこ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 ってあって、今ちょっと値段上がったんで1300円かなえー、なんですけども、まあ、そこが、えー、個人的には一番おすすめ、えだったんですけども、まあ、最近どんどんバレてきてしまって、あ,あの、めちゃ混み始めたっていうのは知ってます。はい。と、えー、あとは、えー、どこだろう、雑魚屋。 っていう、カラスマお池の近くにある、これもワンプレートで8品ぐらいバーっと乗ってて、で、えっ、ー、と、最後に、えー、タイ鯛茶漬けで、えー、締めるっていうメニューが1080円で飯が食えるんで、まあ、そこも個人的にはおすすめでございます。で、あとは市場カラスマにある星町っていう店、これ最近見つけたんですけども、えっ、ー、と、ランチやったら、えっ、ー、と、平日ランチが1200円とか1600円とかでやってるのかな えでも、まあそうじゃなくても単品でもめちゃ美味しいし、あのー、もう謎に中国人三人組がもうなんか全社の頼んでんちゃうかなってぐらい頼んでたんで、はい、あの、おすすめですね。特に、えっ、ー、と、天津がめちゃうまかったです。はい、天津、えっ、ー、と、三種類、三種盛り867円ぐらいで、あのー、めちゃめちゃ美味しい天津食えるんで、そこおすすめっすね。あとは、そうだな、 ミサトはデートにいいかなと思います。はい。あのー、3000円ぐらいで、えっと、パスタ2種類リザーブできて、2人で行ったらね、2種類リザーブできて、メインの肉と魚も半々にしてもらえて、えー、なので、えー、前菜パ、パスタ、パスタ、肉、魚、 で、デザートまで、デザートコーヒーまでついての3000円なんで、あの、個人的にはなんかフルコース、昼、ランチだけなんですけどね。ランチでフルコース食えるなっていう、うなかなかの人用でですね。まあ、ここも人気店なんですけども、えー、そんなところですかね。あとは <laughs> うんと、ん寝頃で言うたら、八坂神社の前にある、えー、八代目義兵、えー、かなあの、セブンイレブンのおにぎりを監修しているお店が、 えー、や神社の向かいにあるんですけども、ここももう、並んでるから多分もうとてもとても、並んで食うようなところじゃないです、今は。前は唐揚げ定食1500円で、ちょっと高いなぐらいだったんですけど、今2000円になってるんで、あんまりいいかなと思ってます。はい。並ぶんでね。えー、それよりも、 ちょっと先に行った、まあ、これは、まあ、チンミンっていう、あの、普通の中華料理なんですけども、その、<laughs> 花見工事が見える席があって、えー、だいたい1300円でランチ食えるんで、で、しかも、まあ、味、大味ですけども、本当に、えー、京都の八坂の近くで、えー、1300円で食べれるっていうなかなかないですから、あの、普通、やっぱり2000円からしますから、で、そういう意味で、えー、結構リーズナブルに食えるんじゃないかなと思って、 でおりますはい。そんなところかな京都を界隈でなんか、ここ行っといた方がいいって。まあ、清水とか入れてないんですけども、まあ、清水とかはまあ当たり前に良かったりしますし、あの、混んでるんで、なんかまあ行くんであれば店開いてない時に清水さん行ってしまうっていうのも一つかもしれないですね。あの、本当激混みでございます。はい。あの、ので、<laughs> 今ちょっと、えー、嵐山とか清水はちょっと、あの、薄めに言いましたけども、 えー、なんか一週間行くんやったらね、あの、いろいろこう、まあ言っ、言うた混ぜこぜにしながら行ったらいいと思うんですけども、そうですね、個人的になんか近い、えー、近くに住んでる人からして、なんかやっぱ清水さんとか嵐山は避けようかなっていうような感じがあるんで、えー、混んでるんでね。はい。なので、えー、そういう感じで今、まあご飯屋さんも混み込みで、えー、いろいろ話した次第でございます。以上です。